え、古舘一郎チャンネル、今日はですね、待望のゲストにお越しいただきました。ご存知、友近さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。友近さん。いや、もう待望なんで、もうやめてください。本当に。もう待望としか言いようがない。本当ですかもう本当に待ち望んでおりましたから。嬉しいです僕ね、変な言い方をいきなりあざとく言いますけど、友近さんですとは一応司会業だから言っただけですよ。僕ね、極論すると誰と会ってるかよくわからない。いや、それは。いろんな人になってるじゃないですか。 キャラクターで言うと確かにいろいろやらせてもらってますねなんか僕の中では、はい、そのモノマネ芸人の方でめっちゃ面白い人この個人の人を真似する、うん、この人を真似してめちゃうまいっていう人はそれぞれ面白いしすごい人いっぱいいるんだけど、はい、友近さんはその一人の人の真似はもちろんやられるけれども、うん、誰か的な人をやるじゃないですかですね類型というか、はい、いそうな人とかそういう感じですもんねあれがすげえなと思うんですよね もうだから、もう癖なんです。ああいうことをするのが。だから、すごいとか、どうやってって、みんな聞くでしょ聞いてくださるんですけど、いや、実はもう、全然そこの部分では、まあ、努力してないって言ったらなんか嫌ですけど、<laughs> こう、もう自然とやってしまっているので、か私にしては簡単な、 ことではあって、それ以外のことが逆にみんなができることができないとか、だ不器用な部分と器用な部分が。で、この話はもういいんですかいや、やります。はっちゃこっちゃしますけどいいですかすいません。そうなんですよ。今これ、俺だよ、私だよっていうね、あの、ロンティーを着てくださってるんです。T シャツを。古舘さんありがとうございます。ありがとうございます。これはもう私と、あの、ハリセンボー春菜ちゃんがやってる徳川徳男子というキャラクターがありまして、そのライブの全国ツアーを、え、 2月3月でやらせていただいて、うん、それに古谷さん見に来てくださったんですよね、はい、でそのグッズをちょっと今日は着てくださっているんですが、はい、この特訓をほんとあにあの、はい、読売ホールでね初めて見て、はいはい、もう本当に圧倒されましたねあそうです圧倒されましたもう四月並みで嫌なんだけどその行き着く間もなく笑ったりもう笑えなくなったり感心しちゃって笑えなくなったりちょっと落ち込んだりね 落ち込むこんな舞台やられちゃったらもうどうすんのみたいな感じなんかそこにだから俺だよって気持ちが発動してるんですよ誘発されてだからお笑いじゃないし全然ジャンル違うけどトーキングブルースとかやってるからトークの舞台やってるから舞台とくくったら同じだってことになるとその「俺だよ」が登場して弱気な「俺だよ」が出てきてこんな舞台やんないもうちょっとつまんなく2人やってくんないかなと <laughs> そのぐらいの要望が出ましたよ、僕見てて。本当ですか、うん、あの古田地さんがですかだから私は、あのまあ、古田地さんの昔の本当に、あのもう V とかも、いろいろこう、お勉強でですよ、見させていただいた時ももちろんあるんですそれは、うん ヒールコーダンっていうネタをやらしてもらってて、はい、それもそうですけど、まあ、古立さんの喋りの呼吸とか間とかを、やっぱりちょっと見てみたいなっていうので、うん、見たときに、あの、もう伝説の,あの薬局の、あ,はいはい、あの、栄養ドリンクのやつとかあるじゃないですか。あれなんかは多分芸人が見ると、あ 俺らがやってることって何なん,なんやろうっていうか、古立さんは芸人古立さんで言ってるわけじゃないのに、芸人でもできないことを、このランクの方が、しかも本業がもうアナウンサーであったりとか、実況とかいろいろやられる方が、この面白さの芸人がやるようなことの上に行ってることをやってる。これはもう見に行くと逆に、ちょっとショック受けるからやめとこって芸人になるだろうなと思ったんです、逆に。あれは見ると。でもその感情を、 徳川徳ことこう見て、ええ、古谷さんは思われたってことですか完全に思われた。だからそういうふうに思われで,で、ガンガン先行してお客さんが読売ホールで、はいはい、満席に近いお客さんが、まあもちろんコロナだからちょっと開けたりしてましたけど、うん、最前列と。うん、ちゃんと感染対策上やっていたとはいえ、多くのお客さんがあまりにも昭和レトロで、うん、若い人が笑ってるわけですよ、ネタで。うんうん、これはもうね、その言葉の概念とか意味を超えて、うん 春るさんか友近さんのどちらかが面白いこと言ってるに決まってるからって見切りで笑ってるんですよ、フライングで。これはすごい現象でしたよ。先に笑ってんだもん、<ー>吟味する前に。そっか、それがまあいいか悪いかですけど、でももうその空気に、うんうん、持っていけたっていうのは嬉しい話ですけどね。いやー、それうまいなと思ったんですね。はい もう近藤春菜さんのパワーファイターぶり、はい、プロデスに例えると、はい、パワーーファイタすすすごごいいいじゃないですかすごいでかメガネをこうずらして一回脳梗塞やったみたいな滑舌を甘くさせながら「うん、俺がやばい」ってやってるじゃないですか「あごだよあごだしだよっ」っ、うん、ああいうのをやってる中である瞬間瞬間瞬間友近さんは受けに入るじゃないですか。はい どんと来いと、横綱相撲、受け止めて、はいうん、僕はプロレスで言うと、猪木流なんですよ。猪木さんがずーっと若かった時に、どういうことをやったかっていうと、うんうん、例えばスタンハンセンっていう、プロファイターがいる。うん、めっちゃ強いね。はい、パワーで猪木さん圧倒的に負けちゃうんですよ。そのパワーをいかんなく発揮させて、うん、すっごい実力、ピークまで持ち上げて立てて、うんうん、受け身のプロレスやってやられて、うん 最後に倒すっていうねこれ風車の理論と私が名付けて相手が来たものを抵抗しないでプロテクトしないでどんどん受けるバーンと腕取られたらそのまま持っていかれる自分から喜んで持っていかれて巻き込まれてやられるで受けて受けて受けて最後に切り返すっていうねこれがやっぱり猪木流の凄みなんですよ。俺友近さんにそれえだって結構。全くそんなこともちろん考えずに私ももう一回言ってちっちゃくなる時あるじゃないですか。 だって、はい、俺だよってやってる時に、飽き、はい、たなと思ったら、それをキャッチボールで受けて、それ、はいはい、で、私だよっていうふうに、わざと、この、もっと声もっとこいやるじゃないですか。よっこっていうのはやるじゃないですか。でも全く、その、もう意識ないです。来たことに対しての、私の持ってる、そのものの知識をただ言ってるだけとか。はい、もうだから、あのー、何にも考えずやってます、正直。 ああ、だから、無というより空の世界ですね、じゃあ。はい、その営みだけがそこにあるんであって、はい、そんなに、じゃあ受けてやろうとか、攻め込んでやろうとか、はい、そういう意図したものがないんだ。ないんですもう、営みとして、私だよっていうことをガン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 やってるんだ。はい。だから私、お笑いのなんかルールとかみんなよく言うじゃないですか。はい、お笑いの方程式とか。はい、全くわかんないですわ。わかんないですし、そんなものないと思ってたりするので、私の中ではですよ。はい、でもそれはあるんでしょうけどね。はい でも、友近のネタ作りってどんな風にしてんのってよく言われるんですけど、ああいや、まあ、自分が面白いなと思うことをただ入れ込んでいるだけとか、あと、この癖の、なんかこう、喋る人の癖を入れたいかために前後を作ってるだけとか、もうそれだけなんですよ。だからなんかこう、気象点結とか、あの、ちゃんとしたストーリーをじゃなくて、だからか、まあ、感覚の人ってね、よくい,いると思うんですけど、もうまさにそれだけで、 だから全く難しいことを考えないけど出来上がったものがそういうふうに評価していただくとあ難しいこと私やってんのかなと思うけどやってる時はただただよしそうきたかじゃあ私はそれの持ってる知識をこれを出そうってやったらやってるだけなんですよ、はあ、だからやっぱりそれは羨ましいわあの僕はそれは持って生まれた才能とプラス、はい、後天的につけた経験の積み重ねの中で、うん、あの質感って言葉ありますよねはいこの なんかこうちょっとうまく言えないんだけどこのアクリル板の質感がちょっと無機質で冷たいじゃないとか言うじゃない、はい、多分質感として中に入ってるんですよ抑揚とかここは抑えてしまうなんて意識が抑えてしまうとか言ってなくて、うん、無意識能の方入れちゃった質感で自然と声が小さくなったりうわーって返したり、はい、またずっと ちっちゃい子になったりしてるんですね。だと思います。うわ、めちゃかっこいいじゃないですか、<laughs> そうですかいや、だって、例えば僕、あの、りゅうりやんさんと、うん、なんか雑談、フリートートークみたいのを、はい、好きでよく夜中に YouTube で見てて、あ,はい、あれでも、りゅうりやんさんもっともっと若いし、うん、わー、お姉さんって感じでわーってやるときに、完全に弾いてるじゃないですか。で、それでそれでってやるじゃないですか。うん、あの感じもお見事だなって見てたんだけど、それも質感でやってるんだ、自然と。 別にここは受けてあげようとかじゃないんだ。うん、あの、でも、ユリアンの場合は、うん、絶対に、あのー、泳がした方が面白いとか、うん、あそれは多少ある。それはちょっとありますけど、うん、でも、同じものをやっぱり面白いと思っている人たちとやっぱお仕事しているので、そこの信頼でやってるっていうのはあるので、逆にユリアンがそうやって私のことを泳がす時もあるし、うん、ただもう先輩後輩っていうのはもちろん考えたこともないですし、うん <laughs> あの、バッファロー五郎 A さんを前以上に好きになったのは、はい、あの、友近ハウス。はい、友近ハウス見ていただいたんですかありがとうございます。えー、見て、はい、あのー、大阪から吉本の新宿の会社に、うんはい、歌舞伎町に来た小さな雑誌社の記者の方いるじゃないですか。<laughs> はい。t w i t っつって、おもろいでさあって。<laughs> あ,ね、あれは見てる途中でね、笑えなくなったんですよ。<う>俺だと思ったんです ちょっと古谷さん、あの要素が入っちゃってるんですかいやもう思い込みが激しいから、話をはしょって、はい、あれはどうですかとか言っちゃうところがあるんで、途中から笑えなくなったんです面白すぎて。ついに、あだからこれが、この錯覚こそがバッファローゴロー A さんと友近さんのコラボによる凄みだなと思ったんです。つまり俺がそこにいると思っちゃうわけですよ。で、これはいい方に振れば、は やっぱビートたけしさんが出始めの頃で日本中が「たけちゃんいいこと言うわ俺が思ってること言ってくれてんだもん俺より先に」ってみんな言ってたんですよ。あななるほど思思っちゃいないと思うんですよ俺はほ<う>だけど、うん、いいこと言ってくれると「うん、俺だ」っていうふうにね「俺だよ」言って ころがあるもうこっちの話になるとまた別の話になっちゃいますけどでももうどっゃこっちくだもいその時思ったこと言ってくださいそうなんですよその時思ったことって大事ですよね大事ですもうあとで忘れていきますしいやそうなんだだから私人と出会ってあこの人信頼できるなって思う人は今持ってる感情で仕事しましょうって言ってくださる方が大好きなんですよ だからアンケートとかを番組ってあるじゃないですか。二 2>,、はいね、2週間ぐらい前のアンケートが届いて、はい、その時思ったことを書いても当日もっと面白いことが出てくる場合があるじゃないですか。うん、けど、やっぱりもう2週間前か、うん、あのアンケートに反映させていただいてるので、それで喋ってくださいって言われると、うん、いや、でもそれよりも今、こっちのエピソードの方が超えてんのになって思って、 それをじゃあ今の感情で喋っていいですよって言ってくださる方といや二週間前ので喋ってくださいっていう方に言うと、ね、今の感情って言ってくださる人と仕事したいなってやっぱ思うんですいやもうそれはもう絶対にそうですよですよねもう僕なんかは局のアナウンサー出身でずっとアナウンサー的なことをやってるわけだから二<あ>週間前の方を優先しろって言われたらやっちゃうんですけど内心は面白くないですもん、うん やっぱ、生けすの魚みたいなもんで、はい、今ここに位置して泳いでんだよみたいな、2>, 2週間前の位置と違うんだからさ、はい、って生もんだからと思いますよね。そうなんですよ、うん